向こうで走ってるのってアスナか？おっと、お姉さん大丈夫？ごめんなさい。危ないから気をつけなよ。はい。大丈夫か、アスナ。そんなに急いでどうしたんだ？あ、キリト君。そんなに急いでいるつもりはないんだけど。もし急ぎの用事とかクエストなら何か手伝うけど。いいの。クエストに行こうとは思ってるんだけど、特別急ぎでもないから。それにそのこのクエストは簡単だし、一人でパパッと済ませちゃうから。そうなのか。あ、じゃあいいけど、やっぱりなんか焦ってるような。そんなことないよ。ああ、そうだ、用事が終わったら一緒にカフェにでも行かないか？あ、それはダメ。え？ほら、用事がいつ終わるかはっきりわからないから待たせちゃうと思うの。それじゃあまた今度にしよう。ごめんね。それじゃあ、特別急いでないって言ってたけど、明らかに焦ってたよな。もしかすると何かを一人で抱えてるんじゃ。心配だな。後を追いかけてみよう。ここは牧場？アスナは NPC と会話中か。はい、わかりました。頑張ります。一応、本当にクエストではあったみたいだな。牛さーん、こっちよー。暴れ牛を牛舎に誘導してるのか。これこそ二人でやった方が効率いいのに、なんで協力を拒んだんだろう。でも一人でこなすつもりだとしたら、わざわざ手を貸すのも悪いよな。牛さん、この中に美味しい干し草があるわよ。呼ぶと私に向かってくるなら、逆にこの特性を利用しろってことかしら。私が牛舎の入り口に立って突進してくるところをギリギリで避けるとか。よし、それでもう一度やってみよう。なんかものすごい真剣だ。クエストのコツを必死に掴もうとしてるし。それにしてもこのクエスト、誰かから聞いたことがあるような。さあ牛さん、私はここよ。ギリギリまで、ギリギリまで粘って。入った！これで一頭！さあ、次はどの子を誘導しようかしら。終わり。
りました、おじいさん。お嬢さん、ありがとう。ささ、これが牛の乳から作ったクリームだ。ついに。どうかこのクリームを町に住むゴードンという男に渡してくだされ。え？手伝ってもらった上に手間までかけて本当に申し訳ない。しかしこの老いぼれの足では町に行くまでに一日かかってしまうもんでな。牛たちを置いて遠出はできんのじゃ。わかりました。このクリームを町に届けるんですね。ではゴードンによろしくと伝えてくだされ。はい。アスナのやつものすごいへこんでるな。大慌てだったと思えば次はへこんで、本当にアスナはどうしたんだろう。はあ、どうしよう、こんなのダメだよね。でも私我慢できない。アスナ、町に向かっているのか。追いかけないと。ああやって店の前でうなり続けてもう5分になるぞ。あの、すみません、黒パンください。はいよ、毎度あり。悩みに悩んで買ったのが黒パン。それで一体何を。また走って、何がアスナをそこまで駆り立てるんだ。しまった、見失った。もしかしてフィールドに出たのか。ようやくこの時が。いただきます。ん、アスナの声、こっちか。この食感、まさに記憶していた通り。ううん、記憶以上だよ。SAO ではいろんなお料理を食べてきたけど、このクリームのせパンは忘れられない。食べちゃった。でも仕方ないよね、クリームのせパンは別腹だもん。うんうん。さて2つ目いっちゃおう。別腹別腹。ああ、うんうん、別腹別腹。やあ、お取り込み中でしたか。アスナ、落ち着いて、今飲み物を出すから。美味しかった。見られるなんてすごく屈辱的。よっぽど食べたかったんだな、
クリームのせパン。うん。そんなにコソコソしなくても、俺に言ってくれたら手伝ったのに。だってクリームのせパンのためにムキになる姿なんて見られたくないんだもん。確かに必死だったな。牛を牛舎に誘導するところとか。え？そんなところまで見てたの？ごめん、アスナの様子がおかしかったから心配になって後をつけちゃったんだ。このクエストは町の女の子から牧場主のおじいさんの手伝いをしてほしいって頼まれるところから始まるんだけどね。その女の子が牧場では毎日美味しいクリームを作っているっていうのよ。それを聞いてあの懐かしいクリームのせパンのことを思い出して、いても立ってもいられなくなっちゃって。この場所覚えてる？ああ、もちろん。アスナとクリームのせパンを食べた場所だ。ボソボソで美味しくない黒パンが君からもらった一塗りのクリームですごく美味しくなったの。美味しいだけじゃない、あのパンはいろんなことを私に教えてくれた。何でもない一つのパンで私は前へ進むことができたの。アスナにとってクリームのせパンは本当に特別なものなんだな。大げさじゃないよ。だったらなおさら手伝ってくれって言ってくれればよかったのに。それは別に食い意地が張ってるなんて思わないぜ。そうじゃなくて、なんていうか、あの頃の私ってその今考えると恥ずかしいというか。恥ずかしい？なんで？もう私って生意気だったでしょ？なあ、確かにツンツンしてたよな。話しかけたらやられるみたいな感じで。そんな風に思ってたの？いや、例えだって。でもそっか、その頃のことを思い出してほしくなかったのか。だけどあの時のアスナも可愛くて俺は好きだけどな。本当にそう思ってる？ああ、本当だよ。私もあの頃の君も今の君も大好きだよ。な照れるな。そっちが先に言ったんですからね。それはそうと、あのクリーム本当はゴードンさんって人に届けなくちゃいけなかったのに。どうしても我慢できずに食べちゃったわけだな。おじいさんにもゴードンさんにも悪いことしちゃった。それならもう一度牛の追い込みをすればいいんだよ。え？またクリームをもらえるの？ああ、クラインがこのクエストのことを話していたのを思い出したんだ。あいつ間違ってクリームを届ける前に店に売っちゃったんだってさ。けどクエスト中は何回でも牛の追い込みにチャレンジできるみたいで、なんとかクリアしたって言ってたんだよ。そうなんだ。なあ、今度は俺も手伝うよ。だから一緒にクリームを手に入れようぜ。うん、ありがとう。でもよかった、これでゴードンさんにクリームを届けられるんだもの。
またアスナが食べたりしないかしっかり見張っててやるからな。もう今度はちゃんと届けます。はい、ゴードンさん、牧場のおじいさんからクリームのお届けです。これは牧場のじいさんのクリーム。いや、小さい頃によくこのクリームでパンを食ったことを思い出すよ。あ、やっぱりパンにつけて食べるのが基本なのね。村を大きくするためとか言って俺はこうして町に出てきたけど、結局は何もできないまま。もう村に帰ろうかとも思っていたところだったけど、このクリームを食べたらなんかやる気が出てきたよ。あんたには感謝してる。じいさんによろしく伝えてくれ。これでおじいさんに報告すればクエストも終了かな。ああ、クリームは名残惜しいけど、ゴードンさんもあんなに喜んでいたし。名残惜しいならまた食べればいいじゃないか。え？だってクエストが終わったらもうクリームはもらえないんじゃ。いや、この後牧場のじいさんに報告すると町でクリームを売り出す流れになるんだよ。そうすればいつでもクリームのせパンを食べることができるだろ。町で売り出す？うん、そう聞いたけど。それを早く言いなさいよね。さっきクエストを受けてる間だけ牛の追い込みがチャレンジできるって言ってたじゃない。そう言われたらクエストをクリアするともうクリームは手に入らないって思うのが普通でしょ。それは申し訳ありませんでした。まったく。アスナさん、ごめんね、なんだか懐かしくなっちゃったの。私たち昔はよくこんなやりとりをしていたじゃない。君はゲームの常識を知り尽くしてて、私はゲームを始めたばかりだし、わからないことだらけで、だから君にとっては普通に思えることが私にとっては驚きの連続だったの。その度にびっくりして、今みたいに早く言いなさいよって。ああ、そういえばよく言われていたかも。私に対する反応もあの頃と一緒だったよ。これは多分条件反射みたいなものだと思う。え？それだとまるで私が怖い女の子みたいな感じじゃございません？いえ、決してそのようなことはありません。面白い。なんだか本当に昔の私たちみたいだね。ああ、そうだな。クリームを乗せた黒パンはこうしてたくさんの思い出を運んでくれる。おいしい食べ物はゲームの中にたくさんあるけど、あのクリームのせパンはそれだけじゃないんだよね。思い出のクリームのせパンか。ねえ、クエストが終わったら一緒にパンを食べようよ。ゆいちゃんやみんなも呼んで。それで今度はみんなとの新しい思い出のスタートを切ろう。いいね、今日はクリームのせパンパーティーだな。うん。アスナの意外な一面やSAO での思い出の数々が黒パンから溢れてくる。安くてクリームをつけなきゃ味気ない黒パンでも、こうしていろんな人の
思い出が詰まっているのかもしれないな。プレミアちゃん、もうちょっと先に進もうと思うけど平気？はい、問題ありません。よし、それじゃあ向こうの方にも行ってみよう。やあ、勇気にプレミア。お、キリト、フィールドで会うなんて偶然だね。確かにな。二人は何をしていたところだ？僕たちはね、フィールドのあちこちを回ってプレミアちゃんの幼児探しをしているんだ。探してもらっています。へえ、そうだったのか。あ、そうだ、もしよかったら一緒に出かけない？3人いた方が何かとはかどると思うんだよね。それは構わないよ。一緒にあちこち回ってみようか。やったね、調査隊員を一人ゲット。ちなみに勇気は隊長で、私は隊員番号2番です。そんなのが決まってたのか。こういうのって気分が大事かなって思ってさ。さあ、二人とも準備はいいかな？準備はいいんだけど、行き先は決まっているのか？うん、一応目星はつけているよ。北西にずーっと行ったところに遺跡群があるんだ。ずーっと？どれくらい？ここから始まりの町に戻る距離の6倍くらい？思った以上にずっとだな。やめておいた方がいい？いや、少しでも可能性があるのなら探っておくべきだ。そう言ってくれると思ったよ。長旅になると思うけど、いろいろとサポートよろしくね。なあ、任せとけ。プレミアも準備の方は大丈夫か？はい、私はいつでも出発できます。それじゃあレッツゴー。ユキ、まだ目的地って着きそうにないのか？あとちょっとだよ。もしかして疲れちゃった？俺は大丈夫だけど、ここまでに連戦に次ぐ連戦だったからさ。二人こそ大丈夫か？僕は平気だよ。私も平気です。プレミアちゃんは強いね。それより二人ともあれを見てください。あ、あれが目的の場所だよ。遺跡群、確かに見るからに怪しいな。新しい情報が手に入るといいね。それじゃあ早速調べて回ってと、探索するより前に休憩する？いや大丈夫だ、先に調べちゃおうぜ。いや、プレミアと関連ありそうな場所は見つけられなかったよ。二人はどうだった？発見できませんでした。こっちにもなさそうだね。残念だけど成果はなしか。それじゃあひとまず休憩して、それから町に戻ろうか。ねえ二人とも、お腹空いてない？多少は空いてるけど、俺は何も持ち合わせてないぞ。
平気平気、さっきいいものを見つけたんだ。ほら、あそこ見てみて、遺跡の上に伸びた木のところ。あ、果実みたいだな。あれを取って食べるっていうのはどう？賛成だ。見たことのないものだし、どんな味がするのかも興味深いからな。私も賛成です。何か食べられるのであれば。よし、じゃあ取りに行こう。とは言ったものの、結構高い位置にあるな。せっかくだし、誰が一番早く果実を取れるか勝負してみない？勝負？私と勇気が戦うのですか？そんな大げさなことじゃないよ。競い合って頑張った分、果実も美味しいと思うんだよね。頑張った分、わかりました。勝負です。よし、俺は早いだけじゃなく、その上でかいのを取ってやる。僕だって負けないよ。それじゃあ、よーい、スタート。うん、おいしい。負けました。結構いい勝負だったぞ、プレミア。それにこの果実、本当にうまいな。あんな上まで頑張って登って取ったんだもん。おいしくないと困るよ。だよね、プレミアちゃん。はい、とても美味しいです。来てよかったね。ですが、成果は得られませんでした。まあ、道のりは大変だったけど、僕は無駄だと思わないよ。そうでしょうか。だって、みんなと冒険できて楽しかったし、新しい発見もあって、また思い出が作れたわけだしさ。少なくともこの場所に手がかりはないってことは分かったし、それも成果だな。うん、だからまた今日みたいに少しずつでも進んでいければいいと思うな。それに、全力で臨んでいればいつか必ず目的は果たせるよ。この果実も全力で取ったからこそこんなにも美味しいんだし。プレミアだって一回転んで二回も木から滑り落ちたんだから、その分すごく美味しいだろ。はい、と認めるのは複雑な気持ちになりますが、そうですね。ああ、ごめん、悪気がって言ったわけじゃないんだ。一生懸命ってことが言いたくて。勇気は常に全力で前向きで、いつだって楽しそうに頑張っているよな。褒められちゃった。私も勇気のようにいろいろなことに全力で取り組んでいきます。よーし、たくさん楽しんで、たくさん思い出を作ろう。はい、よろしくお願いします。それじゃ町へ戻ろうか。帰りは走って競争する？わかりました。全力で行きます。よし、今日は俺もとことん付き合うよ。てな感じで、あのプレイヤーさんは彼女とべったりらしいよ。幸せ全開って感じですね。でも少し憧れちゃいます。べったりか。シリか、誰と
べったりしているところを想像しているのかしら。そんな想像なんてしてないですよ。よう、みんな。キリトさん、想像なんてしてませんから。は？想像？奇遇ね、あんたも休憩？なあ、そっちは随分と楽しそうに話をしていたみたいだけど。話に混ざりたい？今ね、恋愛トークに花を咲かせていたのよ。で、恋愛トーク？最近、両思いだったプレイヤーさんがついにカップルになったんだって。あちこちで一緒にいる姿を目撃されているらしくて、なんか羨ましいなぁなんて。へえ。好きな人と一緒にいるとこう胸がいっぱいになりますよね。心が満たされていくっていうのかな、あるよねそういうの。それでつい甘えてみちゃったりね。これが女子トークというやつか。みんなの会話についていけない。皆さんごきげんよう。あ、プレミア。ごきげんよう、プレミアちゃん。プレミアちゃんも休憩？いえ、キリト、あなたに会いに来ました。ん？俺に？クエストでも発生したのかしらね。どうかな。最近はただ会いに来ることが多いんだ。ただ会いに来るだけ？ひょっとしてこの子、あんたに恋をしてたりして。はあ？うん、ない話じゃないよ。好きな人とはただ一緒にいるだけでも胸がいっぱいになりますからね。まさか。なんなら本人に直接聞いてみるね。プレミア、なんでこいつに会いに来たの？それは一緒にいると満たされるからです。え？満たされる？とストレートな表現をしてくれるわね。はあ、羨ましい性格です。ちょっとどうすんのよ、この子冗談抜きで恋しちゃってんじゃない。そんなことを言われても。ちゃんと責任を取ってあげてください。うん、こんな可愛い子を泣かせるなんてよくない。どんどん話が変な方向に向かっていってないか。キリト、少し街を歩きませんか？まあ構わないけど。すごい、デートの誘いまで。プレミアちゃんの思いはとどまることを知らないですね。私もこのくらい積極的にならないとダメなのかもしれない。では行きましょう。じゃあ行ってきます。プレミア、恐るべしだわ。
気まずい。間違いなくリズたちの話の影響で変に意識してしまっている。何か話をしないと。でも俺、プレミアとはいつも何を話してたっけ。あの、キリト。どうした。いつもと様子が違うみたいですが、どうかしましたか。いや、気のせいだって。いつも通りだぞ。ですが、いつも通りだとしたら、あのお店を素通りしないと思いますが。あのお店？お団子屋さんです。なるほど。確かにいつもは食べ物屋を見かけたら立ち寄ってるからな。団子を食べてみるか。興味深いのでぜひ食べましょう。よし、じゃあ一緒に食べるか。おいしいです。うん、こっちの味もうまいよ。そうだそうだ、プレミアと出かけるときはよくこうして食べ歩きするんだった。あれ、もう食べ終わったのか。はい、美味しかったので。まったく、プレミアは食いしん坊だな。なんか俺の団子にプレミアの視線が。こっちの団子も食べてみるか。実はそっちの味も気になっていました。つまり、いただきます。じゃあ一本あげるよ。はーん。え、俺が食べさせるのか。あーん。こっちの味はどうだ。おいしいです。2種類とも最高でした。どっちの方がおいしかった。どちらも良い要素があるので、好物をつけがたいです。つまり、どちらも美味しいです。なるほどな。なら次はプレミアが食べた方を買ってみるよ。おすすめです。さて、この後はどこを回って歩こうか。どうした、プレミア。いい匂いがします。本当だな。ああ、あれだよ、プレミア。クレープ屋だ。クレープ。興味深いです。食べるか。そうすることが最善だと思います。よし、じゃあ買いに行こうぜ。うまいな。微妙にリアルのクレープとは違うけど、バターの風味の再現度はなかなかだ。プレミア、まさかお前もう。
ごちそうさまでした。とても美味しかったです。食べるのが早いな。よっぽどうまかったんだな。こっちのも食べてみるか。実はそっちの味も気になっていました。つまりいただきます。じゃあ。はい。あーはっはっ。どうだ、こっちのもうまいだろ。はっこれは後引く美味しさです。つまりもう一口。おいおい、俺の分も残してくれよな。あ、帰ってきた。よう、みんなまだここにいたんだな。それはもうプレミアちゃんについて話すことが盛りだくさんでしたから。それでどうだったの？どうも何も、いつも通りに出歩いただけだよ。団子を食べて、クレープを食べて、ジュースを飲んで、串焼きを食べて、あとはチーズとパン、最後はパスタを食べました。とても満たされました。まさか満たされたってそっち？お腹のことですか？プレミアと出かけるとなんか買い食いが多いんだよな。なんだ、結局プレミアちゃんは花より団子なんだね。たくさんのことが満たされました。また連れて行ってください、キリト。お、ストレアじゃないか。ハロー、キリト。一人でお散歩？そんなとこだよ。何かクエストでもないかって思っていてさ。ねえねえ、せっかく会ったんだし一緒になんかしようか。別にいいぜ。じゃあクエストはやめて、レベリングとかでいいか？うん、いいよ。レベル上げなら一人よりも二人だよね。それに豊満なバディのお姉さんが一緒の方が癒しにもなっていいでしょ。豊満なバディはともかく、黙々とモンスター狩りをするよりは仲間と一緒の方がはかどるよな。だよね。それじゃあレベル上げに出発。今のところは。それにしてもこの狼動きが速くて手強いな。さっき気になるモーションをしてたから、まだ別の攻撃を隠し持っているかも。本当か？ストレアが言っていたのはこのモーションか。しまった、突進が速すぎてかわしきれない。これはまあひどく、やばい、動けない。やっ、一丁上がりっと。ストレア、ありがとう。あれ、麻痺しちゃった？ああ、ストレアが言っていた攻撃をまともに食らっちゃって。悪いんだけど、麻痺の回復アイテム持ってないか？
ってね。あれ、ごめん、持ってないや。そうか、それなら溶けるまで待つしかないな。じゃあ動けるようになるまで私が守ってあげるね。ありがとう、ストレアについてきてもらってよかったよ。どういたしまして。それじゃあ頭を乗っけてっと。で、おい、ストレア、何してんだよストレア。何って解放だよ、守ってあげるって言ったでしょ。いや、守るっていうのはモンスターがポップしたら倒してくれるとかそういうことじゃないのか。もちろんそれもやるから安心して大丈夫。なんか胸が当たってるってば。だって解放しようとすると当たっちゃうんだもん。それにこの方が男の子は癒されるでしょ。あのな、あのストレアさん、なんで俺の胸をまさぐってるんです。リアルだとこの辺に心臓ってあるんだよね。トクントクンってしてるって。心臓は心と表現されることもあるんだよね。聞いてみたいな、みんなの心の音。なあストレア、心の音っていうのは聞くものじゃないと思うんだ。そうなの？なあ、聞くんじゃなくて感じるものなんだよ。驚いたり悲しんだり喜んだり、それはきっとこの VR の世界でも同じはずだ。そうなんだ。じゃあ私の心の音もみんなは感じられる？もちろんだよ。本当？嬉しい！だから胸が当たってるってば。心の音感じ取って。だからそういうことじゃなくて。異様に疲れた。なんで？ちゃんと解放してあげたのに。解放が疲れる一番の原因だったからだよ。じゃあもっと癒してあげるよ。ああ近いって。また胸が。ストレアはとりあえず癒しと胸を切り離して考えてほしい。